高山祭、高山祭は、岐阜県高山市で、毎年開催される、4月14から15日の日枝、神社礼祭、春の山王祭と、10月9から10日の王山、八幡宮礼祭、秋の八万祭の総称である。京都市の祇園祭、埼玉県秩父市の秩父与祭りと並んで、日本三大引山祭りの一つに数えられる。また、京都市の祇園祭り、 埼玉県秩父市の秩父夜祭りと並んで、日本三大美祭とされる。三能祭は、元禄五年、1692年の記録に四十年前から三年ごとに祭礼が行われていたとの記録があることから、その歴史は、金森頼直ち世家の慶安五年、1652年まで遡ることができる。ただし、この時点では屋台が栄光されたとの記録はない。 屋台の創建は最も古い屋台の創建が法歴年間であることから屋台が祭りに加わったのはそれ以降と考えられる。三郎祭の宇治子は安川通り以南の住民で屋台組の他にみこし組と呼ばれる組織が祭りに奉仕しており、死姉妹はみこし組の一つである森下組の担当で統計学は方の組が担当している。統括するのは各屋台組が一年ごとに 持ち回りで勤める宮本で、かつては、清流大組が独占していた。三越が統計学や敬語、獅子舞、大阪期などと練り歩く祭り行列は、三老祭では五巡行と称し、昭徳六年、1716年まで遡ることができる。獅子舞は昭和49年、1949年に、激した徳之助が考案したものに変更されており、それ以前のものは、 平助獅子と称した。また、夜に提灯をつけた屋台の栄光は、夜祭りと呼ばれる。八幡祭りは、教宝元年、1716年の記録が、最も古く、その後教宝三年に四台の屋台、少女、高佐子湯の花、浮島という夫婦を引いたとの記録がある。八幡祭りこの時は、屋台の他に、現在の祭りでは見られないかサボ期も行列に、 加わっている。明和5年1768年には、にわかが行われていたとの記録もある。完成8年1796年に、鉱山の安川通り北側で大火が起き、屋台が多数消失している。さらに、明治8年1875年に4台の屋台が火災により失われている。八幡祭りを取り仕切るのは4つの屋台組から1つずつ選ばれる。 年行事で、さらに別の四つの屋台組から復年行事が選ばれる。年行事及び復年行事を出す、屋台組は一年ごとに変わる。三越が統計学や敬語、獅子舞、大阪記などと練り歩く祭り行列は、八幡祭ではご信仰と称する。獅子舞は、左京寺氏と呼ばれ、その歴史は遠方年間まで遡るとされる。また、夜に朝勤をつけた屋台の栄光は、 宵い祭りと呼ばれる。初期の屋台は、祭りのたびに建造と解体を繰り返していたため、50年ほどで部品が劣化して新造していたが、後に屋台蔵が建造されて、屋台の解体をせずに済むようになったことで、屋台の寿命が伸びて値な彫刻などが取り付けられるようになった。江戸時代には、鉱山の町に多くの豪商がおり、京都から織物や金具を買い付けて取り付けるなどしてその、 華やかさを競った。第二次世界大戦後、鉱山祭を支えていた豪商が没落して、屋台の維持管理が困難になったことから、山王祭と八幡祭りの屋台組が合同して、昭和26年、1951年に鉱山屋台保存会を結成。 これ以降二つの祭りは鉱山祭と呼ばれて文化財として一括して扱われるようになるが、それぞれの祭りを担う屋台組や組織はそれぞれ独立した別のものである。昭和43年1968年に桜山八幡神社境内に鉱山屋台会館が竣工し、八幡祭りの屋台が通年で見られるようになった。この屋台会館の収入は、 各屋台の維持費に充てられている。1960年、昭和35年6月9日に、鉱山祭、屋台23台が重要有形民族文化財に、1979年、昭和54年2月3日に、鉱山祭の屋台行事が、重要向け民族文化財に指定された。同じ行事に関連して、 国の重要有形民族文化財、重要無形民族文化財の両方の指定対象となっているものは、日本全国で5例のみで、そのうちの1例である。さらに、平成28年12月1日、エチオピアのアディス・アベバで開催されていた、ユネスコ無形文化遺産条約第11回政府間委員会において、鉱山祭の屋台行事を含む日本の山、矛、 屋台行事のネスコ無形文化遺産代表一覧の記載ユネスコ無形文化遺産登録が決定した。出子や引山のことを鉱山など中部地方の一部では屋台と呼ぶ。高山祭りの屋台の特徴としては上段の屋根の部分が伸縮して高さを変えられるようになっていることや四輪の屋台が方向を転換する際にジャッキで戻し車と呼ばれる車輪を引き出して二輪を 浮き上がらせて一時的に山林の状態にする気候を備えている点が挙げられる。また、各屋台に大門と呼ばれる紋章があり、屋台の飾りや屋台組の衣装などにあしらわれている。祭りの屋台は、各町内の屋台蔵に保管されている。高山市内を歩くと、至るところで正面に大きな扉のついた白壁の土蔵のような建物を見かける。 祭り以外の時は、この屋台蔵で保管される。祭りの際は、屋台蔵から引き出され、神社前などに引き揃えられる。なお装飾が施された貴重な文化財であるため、雨天及び幸運が予想される場合には引き揃えは、行われず各屋台蔵で待機となる。秋の八幡祭りの屋台は交代で、屋台会館に移され、祭りの期間以外は、一般客に公開されている。 この屋台会館は、大山八幡神社の境内にある。鉱山祭屋台は、動く、陽明門とも呼ばれ国の重要有形民族文化財である。上一の町上祖。法暦年間の創建と伝わる。古くから、三郎祭の神楽を主観していた屋台。構造は、屋根なし、太古昇降、四輪外語書社。体物、無意と書かれた。 神端と四道剣をつけた飾りを備え、中段には白彫りの龍の彫刻、下段には白彫りの獅子の彫刻があり、前後各一面、左右側面に各三面の八両橋を掲げる。文化二年、荷車形から現在の四輪形の屋台になり、その際に屋台組が改祖されて太平楽組と分かれる。その後、嘉永七年、明治二十六年、昭和五十年、 平成7年に修理が行われている。中段は谷口与六による巻流。下段には村山民次郎の死子の彫刻が施されている。明治19年1886年に太平楽組と再び合同。林は大太鼓一、小太鼓一、笛二で高い山からバナラし一つ上げ、二つ上げなど場所によって曲目を変える。 上市の町中組。創建は、宝暦年間に遡る。神楽台に続き巡行する屋台。創建当時は御雀、温鈴め、温と呼ばれていた。後に王台とも呼ばれた。構造は、非常に質素であり、屋根あり、温鈴が一体、宝玉付き。中央には、欄干があり、波模様が白木で彫刻されている。 玉出箱を覗き込み沖縄へと変貌した人形が、扇と、神楽鈴を手に持って舞うというからくりを備える。上市の町下組。創建年は不詳。天明四年、1784年の火災で一度焼け、文化三年、1806年に再建。再建当時は、神縄の名で知られていた。その後、吉野静かに改名し、さらにその後、麒麟台になる。 豪華な外見で、題名の示す通り、屋根飾りとして一体の麒麟を乗せ、中段、上段の木花にも、麒麟の彫刻がある。下段の彫刻は、谷口よろく咲く、空小群う彫刻。一つの木材から、籠とその中に閉じ込められた鳥を削り出した籠ゴ伏せの、鳥は、屋台彫刻中の一品である。上二の町神荘。現在の屋台は、慶応元年。 1865年に完成したものである。美女のカラクリがついていて、石橋台の知名度が高い理由である。過去にはカラクリが風紀貧乱のもととして差し止められていたが、昭和59年、1984年以降、再開されている。中段には、鳳凰、獅子、竜の彫刻がある。下段は、村山里奈和による獅子ボタンの彫刻で、屋根は、 雪波風、車輪は四輪内板車。林はかつて長唄の石橋を崩したものであったが、現在は大時代の曲を崩したものを用いている。上二の町中組。創建年代は不明であるが、最古の栄光記録は、寛永年間である。旧称は、路西で、からくり人形を乗せていたと伝わる。文化年間に改修した際に五代山にちなんで、改名された。 天保三年の鉱山大火で焼損したため、同八年に再建されて、現在に至っている。見送りは西陣で織り上げた、鉱のバ礼による、雲流商店図。上二の町下組。創建不省。最も古い記録は、完成十一年に、大黒天のカラクリ人形を大黒大に譲ったと伝わるものである。文化年間には、火料品、鹿島などと呼ばれていた。 文化13年1816年より放題。文政12年1829年に修理を施したが、天保3年1833年に消失。天保6年1836年に再建が行われ、幾度かの修理を経て現在に至る。再建の際に流線、ペーロンの木材を用いたとの伝承があり、別名を ベイロンダイと称する。屋根は、雪派符で、車輪は四輪の板車を用いている。中段は、オランダ小あたりの三色混ぜ折りの縦幕で、見送りは白菜のバラ様弾通。林は第八崩し。神山の町神僧。創建不祥。名和年間に幕を貸しされたとの記録が、屋台に関する、最も古い記録である。当初花子と呼ばれていたが、文化七年。 1810年摂生石人型を乗せて摂生石と改名。さらに人形を恵比寿に変えて玄名章となった。屋台広報にある谷口ヨ六の手長足長の彫刻は著名で、タイヤ橋にこの彫刻を模した銅像が据えられている。見送りは西洋人の姿を描いた綴れ織金でオランダ伝来と伝承されていた。屋根は雪破で。 車輪は四輪の板車を用いている。林は第八崩し。上さの町下組。創建不祥。最古の記録は安永四年、1775年で文化年間に修理、明治時代に改造を行っている。脳の畜部島に題材を取ったからくりがあり、当初は畜部島と称していた。その後、からくりで登場する竜神にちなみ、竜神代と解消している。 カラクリは、カラコンが酔わせて、壺に封じた竜人を、琵琶湖に置き去りにし、気づいた竜人が激怒して乱舞するというものである。見送りは、国の宮朝彦神皇の筆による書で、替え見送りは、餅月玉船の運竜図である。屋根は、雪破筆、車輪は四輪の板車を用いている。林は、乱量を崩し、片原町。創建不詳。最古の記録は、 安永三年、1774年で、旧正は花手まり。林成の人形を、天保年間まで載せていたことから、林成とも称していた。その後、根広大と改称。元は、根広大と表記していた。装飾の奉仕の形から俗にかぶら大とも称された。海元年、1848年から翌年にかけて改造を行い、 昭和九年から十一年及び昭和四十一年に修理を行っている。見送りは中国伝来の呪老人と鹿の図である。屋根は節破布で金の御手蔵を掲げ、車輪は四輪の板車を用いている。かつては空子が飛び立とうとする鶴の足を掴むというからくりがあったと伝わる。林は乱量を崩し、本町一丁目、創建不詳。記録は、 文化四年、1807年まで遡ることができ、その当時は、補定と称していた。文化十二年、1815年、鉱山の漢学者、赤田賀牛により、こと高千人にちなみこと高台に改められる。天保九年、1838年、谷口鎧倉により改造され、現在の姿となる。明治十六年、1893年及び、 昭和三十二年と昭和四十一年に修理が行われている。屋台には琴高千人にちなんで、鯉の彫刻や鯉を刺繍した幕で飾られている。見送りは高山出身の画家鍵内雲のこと高千人図で、替え見送りは徳川家里作の監視。屋根は雪破で、車輪は四輪の板車を用いている。林は大八崩し。上川原町。 完成八年1796年創建。元は松木台と称していた。完成十一年1799年に鳳凰台から大黒天のカラクリ人形を譲り受けたことから大黒台と解消している。ただし、現在この人形はカラクリとしては用いられていない。硬化四年1847年に改修されている。 俗心に大国大の屋台栄光順が早いと、米相場が上がるというものがある。見送り幕はない。屋根は、雪破符で、車輪は四輪の板車を用いている。川原町、創建府省、明和三年、1766年の古記録が残っている。かつては踊り、道成寺を名乗り、道成寺のからくり人形を有していたと伝わる。 古くは祭礼を取り仕切る宮本を担っていたため、宮本大の遺象があり、宮本が各屋台組の持ち回りになるまで行列の殿を務めていた。天保三年1832年に消失し、開園四年1851年に再建を行っている。その際に屋台名を清流大に改めた。明治二十三年1890年に改修を実施。 屋根は、鉱山祭全員屋台中唯一の入りもや作りで、屋根は四輪の板車を用いている。林は第八崩し、上市の町中組。創建は、完成年千年、1798年以降とみられる。八抜き、西明寺、基幹台とも称した。西明寺入道の人形を備えていたが、安政六年、1859年に古川に、 売却されて清流台となっている。本町二丁目。かつては、木部大臣とも称した。屋根は二段の切妻作りで、車輪は、内板車三輪であった。明治五年、1872年に消失したが、その人形は残されている。上二の町中組。指南車の人形が乗っていた。特に際立った彫刻がないため、何にも、何車と生やされた伝わる。 明治中頃に、九条八万に売却された。西町組。安政四年、1857年の栄光順に、その名が見られるものの、屋台の様相などの資料は、全くなく、建造そのものが行われた湯中不明である。八幡田町、桜町。屋台の大太鼓は、平国の領主であった金森氏の一族、金森左京主義勝より寄進されたものである。 標方三年、1718年に封印や、長江門が屋台を建造したと伝わる。文化十二年、1797年に、田中大秀の主導のもと、現在の形式に改められている。その後、開園年間と、明治時代、昭和九年、1934年と昭和四十一年、1966年に修理を行っている。 屋台の巡行では常に戦闘を行き、大太鼓2名と締め太鼓1名、笛2名が林を演奏する。大太鼓には、頬と金の御手蔵で飾られている。屋根はなく、車輪は4輪の御所車である。屋台の寸法は高さ6.32メートルで、長さ6.28メートル、幅2.1メートル。下市の町神層。八幡祭で唯一からくりが現存している屋台である。 カラクリは二人のカラコが運転を次々と飛び移った後、補定の肩に乗るという高度なものである。教法三年1718年には栄光を行った記録があり、天明年間にカラクリを備えるようになった。文化八年1811年に改修された後は大きな改造を受けず、大正元年と昭和三十五年及び昭和四十二年に修理を行っている。 屋根は、節破布。車輪は四輪の内蔵された他車のほか、方向転換の際に用いる戻し車を備えている。見送りは、両の字を刺繍したものであるが、昭和五十五年、九百八十年までは、当人と課長を描いたものを用いていた。屋台の寸法は高さ七点零二メートルで、長さ四点七六メートル、幅二点三一メートル。下市の町中組。 教皇三年1718年に記された祭礼記録で、東野大組は、かさぼこで行列に参加していたため、屋台の創建はそれ以降だと考えられる。最古の栄光の記録は、天明年間である。その後、文政年間に新たに建造が行われている。この際に、屋台に、神宮皇后と、竹内すくねの人形が載せられている。 屋根は、節破筆法王の飾りがついている。車輪は、内板車四輪で戻し、車を二輪備えている。林は第八崩し。屋台の寸法は高さ7.20メートルで、長さ4.00メートル、幅2.35メートル。下市の町下組。文政元年に建造された屋台。この屋台を受け持つ、屋台組は、教法三年の時点で少女という屋台を、 担当していた、屋台組が、文化年間末に分裂してできたものである。直径1.56メートルの巨大な御所者が、特徴であり、第八代の名は、御所者の別名が第八と称するのにちなんでいる。屋台の林は、第八といい、鉱山祭の屋台は、山王祭と、八幡祭りを問わずこの林を改編した、第八師の曲を林として用いている。屋根は、節破筆前後を、 金の御手蔵で飾っている。車輪は前日の巨大な御所者二輪及び小さな御所者一輪の三輪である。屋台の寸法は高さ7.41メートルで、長さ4.06メートル、幅2.35メートル。下二の町上み最古の栄光記録は延響4年、1747年、で、旧称は大杖。元は福六寿のからくり人形を乗せていたが、 古川祭りの清流台へ売却された。文化十二年、1815年に、新目台より、高佐護人形を譲られている。文政九年、1826年に大破したため、修理と改造が施され、天保八年、1837年に再建が完了した。この際に、高佐護人形が廃されている。安政年間には、新目台と衝突して破損し、 復興を遂げたのは、慶応三年、1867年である。屋根は、雪破布で、車輪は三輪の御所舎であるが、店舗の修理以前は四輪であった。見送りは、樹下美人図を用い、替え見送りは、品人物図である。林は第八崩し、屋台の寸法は高さ7.20メートルで、長さ4.93メートル、幅2.26メートル。 下二の町中組。この屋台組は、教法三年の時点で高砂として、屋台巡行を行った記録がある。明和六年、1769年に屋台の改造を行っている。文化十三年、1816年には、新芽と白鳥の人形を乗せて新芽台と称するようになった。かつて乗せていた高砂人形は、文化十二年。 1815年に鳩ー社へ譲渡している。屋根は、雪波筆洋楽を加えた鳳凰の飾りが前後に取り付けられている。車輪は、板車四輪で他に戻し車を備え、屋台中段は、半夜の大幕で覆われる。林は、絵天く崩し。屋台の寸法は高さ8.0メートルで、長さ3.50メートル、幅2.08メートル。下山の町上層 創建不詳。一説では、享保三年に湯の花の名前で巡行した屋台が前身と言われる。完成五年、1793年には、千人台として栄光されたとの記録があるため、遅くとも、この時期までには建造されている。改修は、文政年間に実施された。久米千人と美女のカラクリを乗せていたと伝わるが、風気状問題があるとして、 明治初めに廃され、現在は、からくりのない仙人の人形を乗せている。屋根は、鉱山の屋台中唯一の東派府である。車輪は四輪の板車で、方向転換のための戻し車を有する。林は、大々かぐら崩し。屋台の寸法は高さ7.2メートルで、長さ3.7メートル、幅2.3メートル。下山の町中組。総研府省。屋台組は、 教法三年に湯の花の名前で巡行した組が分裂した一部であると伝わる。天保二年1831年に改修した記録が残る。その後明治八年1875年に霧山焼けと呼ばれた大火により一部が焼けたため再建された。明治三十六年1903年に車輪が損傷したため栄光できなくなり昭和二十六年。 1951年の修理完了まで長きにわたり休み台となっていた。屋台には縁の行者の人形を乗せており、かつては神楽台に続いて他の屋台行列の先を栄光されていた。屋根は雪破風で車輪は板車四輪に加えて正面に戻し車を備える。林はかつては大見楽崩しを演奏していたが、現在は第八崩し。 屋台の寸法は高さ6.95メートルで、長さ3.72メートル、幅2.08メートル。下山の町下組、創建不祥。屋根にある亀の飾りから亀屋台とも、文政11年、1828年に古くなったため改修を行った記録があり、創建は、その何十年か、前に遡ると考えられている。元は欄干に、 赤青白黒騎士金の宝玉をつけており、また翔丹屋と称する人形があったと伝わる。明治41年、1908年に屋台の改修が行われ、その際に宝玉を銀色のものに改めている。車輪は板車四輪に加えて正面に戻し車を備える。台話は桁木の一枚板で作られており、高山屋台中の白尾であると言われる。 屋台の寸法は高さ7.5メートルで、長さ3.9メートル、幅2.2メートル、王神町一丁目。法明大とも表記する。創建不詳。かつては、足狩りのカラクリを備えていたため、足狩りと呼ばれていた。天保六年、1835年に工業座を題材として、屋台の改造を行い、天保八年に王神天皇を祀って、 明治時代に再び改造を受けるまでは八角形の台座をしていた。屋台は菊やボタン、十二支や獅子など様々な彫刻で飾られている。屋根は雪破符で、車輪は外五所車四輪。屋台の前後に楕円の戻し車が取り付けられており、方向転換の際の安定性を向上させている。林は第八崩し。 屋台の寸法は高さ7.7メートルで、長さ3.7メートル、幅2.43メートル。大新町1丁目、2丁目、3丁目。創建不詳であるが、その歴史は、文政元年まで遡ることができ、菊池道の人形を祀っていたと伝わる。開園4年、1854年と明治40年、1897年。 に改修が行われており、家営の改修で人形が配された。下段に谷口よろくによる獅子の彫刻を備える。見送りは、法王の西陣織で、家営見送りは、西村ゴンによる墨絵の竜となっている。屋根は、節破筆で洋楽を加えた、法王一体が飾られている。車輪は、内板車四輪に加えて戻し、車を前後に二輪、取り付けてある。林は第八崩し。 屋台の寸法は高さ7.9メートルで、長さ3.9メートル、幅2.35メートル。和ず新町。文化五年以前に建造されたとみられる。浦島太郎が玉出箱を開けると、鳩が飛び出して老人に変わるというからくりがあったと伝わる。車輪は御所者を三輪備えていた。明治八年、1875年に消失。 以降再建されず現在に至っている。寺内町。今日は2年、1802年以前の建造。元は船弁慶と呼ばれ、牛若丸と弁慶の人形が飾られていた。屋台は天狗には、天狗や猛虎の彫刻があったと伝わる。屋根は雪破符で、車輪は三輪の御所舎であった。明治八年、1875年に消失。 以降再建されず現在に至っている。現在は弁慶の人形のみ残されている。2> 下二の町中組。怒り台とも、京都の船穂古代に似た屋根を乗せた船型の屋台であったと伝わる。明治八年、1875年に消失。以降再建されず現在に至っている。下一の町中組。屋台組は元大八大組と共に少女という。 屋台を引いていたが、文青年間に新たに屋台を作ったと伝わる。屋根は、東波で、車輪は、板車を四輪用いていた。明治八年、1875年に消失。以降再建されず現在に至っている。かつて屋台に使われた幕が残されている。東山白山神社及び、飛田僧社にも各一台の屋台がある。両神社の祭りとも屋台は、出るが、 高山祭には含まれない。両屋台は1959年、昭和34年3月10日に、岐阜県の重要有形民族文化財に指定されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。